そういうことですか。隙を狙って取るんですね。今ですね、どら焼きをですね、シュークさんにあのサービスでこんなどら焼きをいただきまして、あのお菓子買いに行ったら一つどうぞと言われてもらってきたので、3時40分ですかね。食べたんですけど美味しかったですよ。バタードラって言うんですけどね、でもちょっとやりすぎたかなみたいなね。ということで、水曜日にあの炒めた、歌なんですけどね、まあ話せば長くなるんで後にしますけども、やっぱりそのテンションがかかってるわけですね、体にはいろんな。で、首をやっぱりこの固定させるために首を鍛えるなんてことはできないので、人間の体っていうのはあの首から下のこういう各種筋肉が全てでこの首を支えるようにできていると。ところが、まあ、あの日は考えてみたらあれを使ったんです、あの、マキタの草刈り機を。でエンジンかけるときにこれをやるんですね。で、かき方失敗して旋回ちょっとかぶらせてしまってですね、チョークの使い方を間違えまして、で、それとかけた指導したらすぐチョークを戻してですね、2分ぐらいあの暖気してくれって書いてあったんです。それを無視してたんで、ちょっとあのプラグがかぶり気味になってたんで、何回かこれを当然首との関係がすごく悪いわけですよね。で、そこを持ってきてイエーってやったもんですから、ワイヤリングハーネスが傷んでると。ですからワイヤリングハーネス、まあ言ってみればキャンバスですよね、今のは。これにはアイサイトないんですけど、アイサイトは単独でこう機能するんですから、そこからいろいろとこう命令が出てくるわけですけども、そのキャンバスの信号が、まあ、いわゆる緊張していて、ちゃんと出てかないところがあるんですと言われまして、で、ずっとこう、もう本当に整体ですから、整体していって、最後にこう体をこうねじった状態で、ギューってやったらですね、今まで痛かったところが本当に中の方でジン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 、中のこの中でジンジンジンにして、夜もこの手をこうまっすぐにできなかったんですけども、その痛い何かの痛いものがギューって伸びて、今そこが痛いです、そこが痛いです、そこですよねなんて、まあ10日後にまた痛かったら来てくださいって、あとはもう1年に1回こんなことがあったらまた来てくださいねって言われたんですが、まあ本当にね助かりました、山内さんありがとうございました。もう昔からねある整体の先生のところに行って、おかげで今、僕実は結構ですね、あの整体は中国、香港ですね、香港でも助けてもらったことがあって、ぎっくり腰だと思ったら整体なんというか筋、ここが緊張してるだけで、30分の施術でですね、歩けなかった、まともに歩けなかったのが歩けるようになって、その後本当に楽になったということで、もう旅が、円滑に行ったということがあって、ね、そういうあのワイヤリングハーネス、大事だなと思ってるんですが、まあ、この車もね、もちろん動力性能も素晴らしいんですけれども、やっぱりそのシャシーの開発が非常にうまくいったっていうことと、まあ、この前に出た、まあ、コンクリートというか R205 なんですけども、やっぱり R205 はですね、あの車体を要するに煮詰めるだけ そのオーソリティが STI の中にいなかった。エンジンは良かったんですけど、車体全体の出来上がりが、やっぱりあまり良くなくて、これの場合だとやっぱりあのトランクがあるのでね、R がやっぱりできたんだなというふうに思います。僕、まあ、ボディの剛性そのものは、ちょっとね、いろんなねお客様の車が今日は後ろにもあるのでね、あまり映すわけにいかないんですけども、ちょっとこちらから回ってきてください。まあ、チャンピオンの記念車ですのでね、GT ウィングと言われているものの空力効果ももちろんあるんですけども、やはりここにですね、このバルクヘッドがあって、骨格がこれだけしっかりしているだけでですね、自動車の走りっていうのはやっぱり全然違ってきます。ですから
あの R を作ることしかできなかった5ドアハッチに対してですね、このセダンボディが出来上がって、まあ、出来上がったっていうと変ですけど、要はあのアネシスっていう変なカテゴリーな名前の車の、ドンガラもあったので、そこを要するにこれまでと同じやり方で、ちゃんとデザインすると、こういう、まあ、かっこいい車ができて、で前後のバランスが取れてると、まあ今の WRX のね本当にインをちゃんと踏んだ車で、そのしっかりした、まあ、首の動かないような下半身のちゃんとしたですね、ね、仕上げができているということですよね。あとはタイヤがね、この時から確かミシュランを使うようになったんですよね。で、確かそうだったと思うんですが、間違えたらごめんなさい。あとはですね、この時から、シートベルトの色を確か変えるようになったんです。まあレカロのシートを使うとかそういうことはね、当たり前だったんですけど、ここにですねこういう色を、まあ、使うようになったと。まあ、今の STI スポーツのエンジンなんかもね、ボルドーもね、結局ここから出てきてると思うんですけども、まあ、こういうね、結構ね、おしゃれなことをやり始めたというのが、実際です。これまたね、ね、これ、この間話したように、天井が黒いでしょ。この黒い天井っていうのは結構ね、違う世界観をね、醸し出すわけです。ということでですね、今日はあそこでも一つね、セダンボディがね、仕上げを待ってますけれども、まああれもねまた出来上がったら紹介したいと思うんですけども、緑色のね、黄緑色かイエローグリーンの、キャリパーを持つ WRX 最終型ですね。タイプ S ですね、あれは。さあエンジンかけます。暑いですから。この車はですね、やっぱりですね、エンジンかけた瞬間にね、来るものがあります。ちょっと暑いので、窓を開けます。まあやっぱり。かなり違いますよね、あの標準の車とね。だからここからこの部分をピアノブラック、いわゆる鋳物ではなくてピアノブラックを使って、でステアリング周りは鋳物ですよね。鋳物調、ここも鋳物調でピアノブラック。これはひょっとしたらこの辺のことは当時は STI がデザインしてたのかもしれないですね。あの STI を使ってたデザイン事務所は別にあったんですね。今はスバルなんとかっていうんですけど、あの当時タグインターナショナルっていうね、若尾さんという方が作られた会社ですけどね、スバル。タグインターナショナルがあの S シリーズのあのディティールには非常にあの関与してたという時期がありましたけれども、これもそうじゃないかなと思う。雰囲気がね違うんですよね。まあね、今日は本当にあのいろんなことありましてね、今日はドライブエクスペリエの予約も入ってましたので、10時からね、大阪ですよね、大阪から五道さん初めて来ていただいたんですけども、DE をずっとやってフォレスターだったんですけどね、ものすごく喜んでいただいて、あのやっぱり YouTube でも僕動画でこう紹介してるんですけども、やっぱり G のかかり方とかその路面をこの掴む荷重がどう変わっていくのかっていうのは一緒に乗らないとわからないところがやっぱりありますのでね、すごくねあの喜んでいただけてよかったと思うんですけども、まあそれまでに片付けることを全部片付けてですね、あと飛び込みで今日はもうなんとか明日からまた忙しくなるので、例のあのロシアのウクライナ侵攻をですね、ここを最後に食い止めようということで、今日はドクターが、あ今日ごめんなさい、あごめんなさいなんて言わない、今日はちょっと血が出ちゃったんで絆創膏しときますねなんて言ってね貼ってくれたんですけども、このレーザーでね、要するに子供イボってやつですよね、
まあ老人性のね、こういうところにね、あの脂漏性角化症っていうんですか、あの これ落ち着いたんですよ。でこれは触らなくていいって言われました。なんかねムズ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 するんですよって言ったら、あ、もっとそんなん、あの熱いだけですから、もっとひどくなったら焼いてあげますよって言ってね、良心的なお医者さんですよね。そしたらですね、そうやって言われたらスーッて引いて、この頃はね、あのムズムズしないんですけど、ね、このヒトパロマウイルスっていうんですか、あれがこう引き起こすイボですよね。昔あのウオノメとも言いましたよね。あいつをですね、今はレーザーでね焼き切ってるっていう、ね、いいですよね。本当にピシッピシッピシッ、これはロシアの侵攻を食い止めてますね。ドクターに行ったらですね、何ですかそれはみたいな顔してらっしゃいました。もう一回来てくださいと言われたんですけどね。でこれをやって、リクトの世話をして、で予約してやった山内治療院に行って、今ワイヤリングのハーネスの矯正をしてもらったら、これ さっきまで朝の D の時までこのシートベルトが持てなかったシートベルト持てない、朝も犬に対してのボールが投げられない。そうするとやっぱり痛いからっていうと、あのやっぱりね、賢い犬は、まあ付き合いがいがあるっていうと語弊がありますけど、あのやっぱり飼い主の様子がおかしい、痛いなんていうので、ね、気遣ってくれてね、いつもよりも飛ばないんですけど、まあ、飛ばないなりに、こう走らせて満足して、いつものようにダダもこねないし、いいことだねって言ってね、さっきもいつもとちょっと違うパフォーマンスをこの頃また見せてくれるのでね、この頃ですね、おでこをくっつけて意思の疎通をするというのをやってまして、おでこをくっつける、 犬と自分のおでこをくっつけ合うというね、そういうね、ことをちょっとやってて、じーっとお互いね至近距離で目を見つめ合うんですけどもね、犬の目もいい目してますよね。飛び色の瞳でね、吸い込まれそうな感じがします。で、ニュージーランドで、ね、ホテルをやってらっしゃる、だからベッド&ブレックファーストの略だと思うんですけど、素敵なね、僕のブログの読者の、パインバレーさん、僕はだから、松村さんっていう風にね、B&B の松村さんと思ってるんですけど、それは分からないですよ。でパインバレーっていうお名前でね、いつもコメントいただいたり、素敵なブログをね運営してらっしゃるんです。英語の訳が本当に参考になるんです。日本語で説明して、英語での訳じゃない、英語での表現と日本語の表現が綺麗な写真の順に並んでる、そういうあのブログをニュージーランドとアメリカを行き来しながら、暮らしてらっしゃる日本人の女性がいらっしゃるんですけど、素敵なやっぱりファイブっていう犬を飼ってらっしゃって、で僕はリクトにはあのドグードを主体に食べさせてるっていう話をしたら、ご自分の経験からね、肉の塊ぶった切ったやつ、骨付き肉のいいですよって教えてもらったんで、まあそろそろそういうのも与えてやろうかなと思うのと、卵をね、生卵を朝ごはんにかける、これはいいことを教えてもらいました。もうね、冷蔵庫がねありますからね、卵を置けるようになりましたので、ね、飼い主もね、実は生卵のご飯が大好きなんですけども、揃ってね、生卵をかけてね、ドッグフードと白いご飯を食べる、これもまたおつなもんじゃないかと思いましたね。松村さんありがとうございました。そんな、こんなでですね、ああそうそうそう、それからにあの横浜の新田さんからですね、本当に素敵なあのぶどうをこう使った、マスカットを使った素敵なお菓子を送っていただいて、新田さんどうもありがとうございました。本当に素晴らしいお菓子、みんな大喜びです。ありがとうございました。そんなこんなでですね、今日はいろんなことがあって、もうすぐあと5分で4時になるんですけども、まあいろいろこの思うんですけども、世の中がこうなんか悪い方へ悪い方へと誘導されていく、何かがこう一本でつながるような気がするんですけど、その嫌な雰囲気っていうのはこういうことなんでしょうね。でそういうのがいいか悪いかは別にして、あからさまにね、やっぱり、
指摘することも必要かなと思うので、今やっぱりいろいろ我慢しなきゃいけないんですよね。あのカットせずに我慢する。まあ車もですね、この車を作った実績があるわけですから、で実績がある以上技術はあるので、内燃機関が遅れてるなんていうですね、誘導された欧米の嘘にですね、欧米というか欧州ですよね、でまあトランプ政権だったらこんな風にはならなかったんでしょうけど、まあ、こういうことに舵を切っていくといろいろとややこしいですよね。だけどもそのまま行くとは限らないので、僕はこれはこんなにいいんだよという話はやっぱりし続けたいと思いますし、我慢しなきゃいけないというのはいろいろとですね、カットしちゃいけないということですよね。ここ数日間で国際情勢が結構きな臭くなってきてますよね。でこういう時にいろんなことがねつながってくるっていうと、なんで安倍さんがね、死ななきゃいけなかったのかと、まあ、統一教会も当然ねいろんなことをやってますから、アンタッチャブルなところものすごいあるわけですよね。でアンタッチャブルなことが多いっていうものをこう表に出しながら、あのスナイパーみたいな、ね、普通のお兄ちゃんですけどね、これ簡単に僕は見てないんですね。なぜかって言ったら、あんなに手製の銃みたいなやつで一撃で仕留めれます？偶然当たったようなことを言ってますけども、その SP も SP でしょうけど、 SP も SP でしょうけど、SP に気づかれないほどの気配を消す男でしょ。で気配を消していくら至近距離って言ったってですね、狙って他の人間の何も怪我せずにですね、ターゲットだけを一発で仕留めるっていうのは、こういうのはですね、表に出てきてないだけで、かなりの実は本当は悪なんじゃないかなと。でこの人がずっと裁判とかいろんなやることをですね、ずっと追跡されるかって言ったら、意外にこの手 の事件 の下手人はね、そのうちうやむやになって消えちゃうんですよね。まあ、トヨタ商事の時もそうですし、他にもねこういうことが起きると、村井もそうですよね、オウム真理教の村井、衆目の前でこう殺されてですね、そのやった下手人がですね、何や知らんけども、じゃあ、そんなすごい罰を受けたのかどうかっていうのはまあわからないっていうのね。で、死んじゃったという事実がそこで、僕は非常に、残念なんですけれども、あれだけの人がですねこんなことで亡くなるっていうのは本当に残念なんですが、これをね本当にこれをチャンスにするっていう人が、世界中にいるわけですよね。日本という今きな臭い、隣国でやってる近くにですね、厚生命大に集まることができる機会がこうできるわけじゃないですか、ね。でまあ、G7 とかいわゆるいろんなものがありますけども、必ずああいうところでですね、その関係国以外がこそこそっと、せっかく首脳が集まるんだからこそこそっていろいろな相談ができますよね、フェイス2フェイスで。まあ、それがですね、可能になるとそういうですね、話がこの自動車の中にいっぱいあるんですよね。さあ、ここを飛び越えます。久しぶり。ああ、さすが、さすが辰巳スペシャル。205はね、こうはいかないんですね。え、ひどいっていう辰巳さんに文句を言ったの。
ですか。そこはね、電気どうなってるんですかと、エレクトロニックカーやらないんですかと、これが今日の昨日の、ね、ブログにも書き込んでいただいた、そのスバルってエレクトロニックカーやってないんですかって、あ、ご存知なかったんですかみたいな。まあ昔から実はやる力はあったんです。で、昔からやる力はあったんですけど、どうして踏み切らないかっていうと、スバルのようなちっちゃい車がですね、やメーカーがですね、先頭走ると危ないんですね。電池なんか特にですね、フリーハンドになっておかないと、たくさん使えるところがやっぱり2車中を持っちゃいますのでね、まあそれでいろんな側面からステラとか R1 の電気自動車っていうのはもうそれこそ開発を凍結したわけです。開発を凍結してもうやめたと。で、やめたと言って、全部売却したわけですよ。全部売却した。で、もうその時にもうものすごく残念があって、スバルを離れた技術者もいっぱいいるわけです。そういうことを僕は前からずっと言ってるわけですけども、で、その、まあ、プラグインハイブリッド、プラグインステラ、ね、これ非常に誤解を招きやすいんですけど、もともとプラグインステラっていう言い方をしてたんですね。ハイブリッドじゃないんですよ。プラグインステラっていうのは電気自動車の表現として使ってたんですが、今はプラグインハイブリッドっていう言い方で、電気で走って、燃料でも走るっていう、そういうものもある。それと完全なハイブリッドカーと、それから今度ね、エレクトリニックカー、いろんな住み分けがあるわけですよね。その中で実は完全なバッテリーカーをトヨタとやって、でトヨタが本気で32車種世界で出すって言ってるので、1社でできるっていうと限界があるので、スバルのその戦略の枠の中できちっとした自分のところのスキームを組んで工場を作るわけじゃないですか。で、だからといってですね、そのスキームでガチガチにして、もしこけたらどうするのという話ですから、そんなものをその電気自動車にしか流れないようなもの、工場作れないような工場を、中村社長がですよ、頭脳明晰の中村社長はそんなことをするわけがないんですね。ですから、それはそれでその時の、事情に合わせた、まあ、経営判断というかいろいろあるので、これから先に何か起こるかっていうことをいくら舵を切るかが決まったからって言って、全部が全部決まるかその通りになるのかって言ったら、そうはいかない。それはどうしてそのことじゃ言えるのという、じゃあ電気自動車どうなんですかと。電気自動車全部 NEC に売却して、で、結果論としてその時に随分吉永さんも批判する人からは批判されたし、これはやっといてよかったっていう人から評価されたし、でも社長の決断でやらなきゃできないことですよね。まあ、それはそれでどうなったか、売っちゃったんですが、ね、売っちゃったんですけど、今トヨタと組んで堂々と戻ってきたわけですよ。これは逆説的に言えば、これだけのものを作ってて、この206から210というね、ものを作る直前まで行ってて、それを凍結してやめちゃったと、やめましたと、ね、やめましたって言ったところで、別に状況が変わればやれるかもしれない。それは歴史が証明してますけどね。なので僕は、まあ、悲観してないし、出なかったら出なかったでしょうがないと。それで死ぬわけじゃないから ね、だから出なかったら出なかったでしょうがないと、そういうふうに、ゆったりと構えておるというわけですね。で、こういうね、天候が急変する、これ社会情勢、ね、経済情勢、こういうふうに天候が急変するときがあるわけじゃないですか。今がまさにこうなろうとしているときじゃないですか。で、そういうときはやっぱりね、落ち着いてものを見て、何かあっても動じない、体制を自分の中に作っておくということが大事なんじゃないかなということをつくづくと思うわけですね。はい、ということで、実に、面白い S20 という車をですね、ここからね、ここから車の話でいいんだよと、ね、そんな余計な話しなきゃいいという人は別に見なきゃいいので、これはここからが今度は車の話にならないですけども、これがですね、実にその画期的だったのはもう一つですね、カーボンルーフを、作ったということなんですね。で、
この車の出る前に、実は TS でですね、カーボンループを作ったんですよ。僕はそれも買いました。もうカーボンループだけで意味があるので実は買ったんですけど、当時はね、もう悔しかったですよ。どうしてこのカーボンループができるのに、どうして S ができないのと。なんで？それはもうやっぱり方針というやつですね。当時はその S ができるだけの土壌がなかったんですね。車の、まあ車も恵まれてないし、そこまでいかないし、まあ言ってみれば開発するだけの人材も揃ってない。でそこを、まあ、カーボンルーフだけはなんとか執念で作ったの。で作って、じゃあこれで終わっちゃうのってね、ラインも作ったと、工場の中で作れるようにしたと。でこいつを作った、ね、だからこれは価値がある。でしかもこれは優勝した時の記念車なので、見るとね余計に価値がある。だからそういう、そのそういうチャンスをですね、どっかでねきっとまた得ることができて、会社にね余裕が出てくれば面白いものをね、作ると思うんです。で今度このカーボンルーフがしばらく耐えてたわけですけども、前のね平川社長がね、見事にね、カーボンルーフを復活させて、昔 SVX を作ってたラインをね、カーボンルーフのラインに引っ張って、だから同じになってるものがね、また蘇るわけです。蘇る。まあ今はね、カーボンルーフしてる。つけるような車はないので、当然また消えてなくなったんでしょうけど、そういうものをね、ちゃんと残せる企業ですからね、まあ、ね、おっとり構えて、この嵐がね、過ぎ去るのをね、少し待とうじゃないですか、ね、だからね、お金貯めてくださいよ、ね、出たら買うように。329まで行ったんですけどね。でその次にこの間のご紹介した RAR とか208はトルクをちょっとだけトルクを上げているという、ね、で史上最強ということなんですけども、これも S らしいバランスの取れたいいエンジンで、うん、でこう乗ってみるとね、思うんですけども、この今のこの状態はどうだろう、 100% のこの車の僕の乗った印象からすると7割ぐらいの出力しか出てないですね。でそれは一つには長く眠っていたから、まあ、無理をさせてないということと、やっぱりその 今無理をさせて走らせてないということと、やっぱりその、うん、きちんとですね、整備をこう重ねていかないとなかなか 100% の状態を維持するというのは難しいですよね。まあ、どちらにしてもこれは 100% に戻すことはいつでもできるんでいいんですけども、今のね、RAR なんかのエンジンに比べるとあっちの方がねしっとり濡れてるんです。でこれはね、その濡れた感覚じゃないですね。これはね、車はねしっとり濡れてるんです。車の動きはねしっとり濡れてる。でエンジンはねそうじゃないですよね。どっちかっていうと竹竹しグワンっていう感じですね。グワン、この竹竹しさをこのキュッとね、小股の切り上がった日本だってよく言いますよね。キュッとね、したこのフォルム、しさが入ってて、でそれを今度その乗り味はですねしっとり感を持たせるわけでしょ。
動画見られてると思いますんでね、これ分かります、こう両手で切って入れてる感じ、ね、もう入れていきます。ああいい感じね、こういう車と寝てみたいということでですね、今日は締めたいと思います。どうもありがとうございました。